今回は総集編として、いろんな意味で凄まじい爆発事故を5つ紹介するぜ。爆発事故は本当にレベルが段違いのやつがあったりするんだよな。正直何度聞いても信じられないようなものもあるな。それでは早速一つ目から見てみよう。今回は、核爆発以外では人類史上最大級と言われた爆発事故について説明していくぜ。一体どんな事故なの？舞台は1988年5月4日、アメリカのネバダ州。この州の特徴は何と言っても、カジノで有名なラスベガスがあることだろう。ラスベガスは人生で一度は行ってみたいよ。ネバダ州において、ラスベガスに次いで人口が多いのが、ラスベガスから 16km 離れたところに位置するヘンダーソンという都市だ。この都市にはアメリカで重要なものを生産しているネバダ太平洋工業生産会社、通称ペプコンが存在した。カプコ？違う、ペプコンだ。この日の11時30分から11時40分頃、工場の乾燥工程施設で火の手が上がった。火災が発生したことに気がついた従業員が、急げ、消火するんだ。と他の従業員にも呼びかけ、放水ホースを使用して消火活動をするものの、どんどんと火は広がり、200リットル分のあるものが詰まっていたポリエステル製のドラム容器に引火し爆発し始めてしまった。あるもの？詳しくはまた後で説明するが、容器に入っていたのは火塩素酸アンモニウムというものだったぞ。そして爆発の様子を目にした従業員たちは、うわぁ、もうダメだ、みんな逃げろ。とおそらく叫んだりしたことだろう。彼らは消火活動を諦め走って逃げたり、車に乗り込み工場から一目散に立ち去ることにしたんだ。だがそんな状況の中、二人の人物が工場に残っていたぞ。え、誰？この二人はたびたびペプコンの工場長と、車椅子を使用していた従業員と言われているんだが、私がいくつか英語の情報を翻訳機能を使いながら調べてみたところ、この二人の情報についてよく言われている説が、本当は少し違っていたのかもしれない。というと、まず一般的に消防に連絡したと言われている工場長 A についてだが、彼の役職は英語で、Vice President of Operations と書かれており、この A が車椅子を利用していた人物のようだ。そして消防に連絡したのは A ではなく、英語でコントローラーという役職の人物 B だった。コントローラーを日本語にすると経理部長や会計担当者と訳されるようで、この B が爆発が起きている工場内から、ネバダ州のクラーク郡消防局に緊急連絡をしたようだ。なるほど、英語で調べるとそういう感じなんだね。まあ私も英語ができるわけではないので、あくまでも自分なりに翻訳機能を頼りに調べた結果だから。視聴者さんの中で先ほどの英単語の意味や、この情報について補足、修正などあればお願いしたいんだぜ。お願いします。さて、話を事故の経緯に戻そう。B は消防に連絡したとき、こちらペプコンです。大きな爆発が発生して火災が起きている。と伝えた。それに対しまだ事態を把握しきってない消防は、了解です。すぐに何台か消防車を送ります。と答えた。しかし B はこの消防の返答に対してすかさず、全台出動させてくれ。と切迫した様子で伝えたんだ。全部って、それだけヤバい状況だったってことかな？まさにそうなんだ。なおドラム容器が爆発して火と煙が上がった時、ペプコンから北に約 2.4km の場所に位置する消防署では、ちょうど外に出て車に乗り込んだ消防署長 C の目にも、ペプコンの方角からものすごい勢いの黒煙が空高く上がっている様子が映っていた。そして B からの連絡と C の通達によって、速やかに消防隊員が緊急出動。C も運転を任せていた隊員と一緒に急いでペプコンへ向けて車を走らせたぞ。急いで。そして署長 C がペプコンまで残り 1.6km ほどの距離まで来たとき、自分たちの方に向かってくる数十人の人たちと、直径約30メートルもある巨大な白とオレンジ色の火球を目にした。え？ 30 メートルのファイアーボールってこと？そうだ。マンション約10階分くらいの高さが30メートルくらいだということを考えると、そんなレベルの火球が飛んでいる現場に向かうというのは、さすがに消防士といえど恐ろしいことだっただろう。そして11時54分、C が現場近くに到着したとき、彼の身に悲劇が襲いかかる。何？火球が飛ぶ事態になった小さな4階の爆発とは異なり、ドーン！という音とともに大爆発が起きてしまったんだ。
この大爆発によって発生した衝撃波により、Cが乗っていた車の窓ガラスは粉々に砕け散り、一気にガラスの破片がCと同乗していた隊員に襲いかかったぞ。ひぃー。そんな時、爆発の影響でボロボロになった車に乗って、工場からCの近くまでやってきた従業員の一人が、もっと大きな爆発が起きるかもしれないです。とCたちに忠告をしたため、Cと消防隊員たちはすぐに消防署のある方角へUターンして引き返すことにした。これ以上大きな爆発が、そしてCたちにガラスのシャワーを浴びせた大爆発から4分後、2回目の大爆発が発生し、さらなる衝撃波がCと消防隊員、そして逃げる人々に襲いかかったんだ。Cの乗っていた車はさらに破壊され、さらに頑丈に作られていそうな消防車両ですら、この大爆発の影響でフロントガラスが吹き飛ばされ、隊員たちも同じように負傷することになったんだ。消防車ですら耐えきれないほどの。そして彼らはもう自分たちにできることはないと悟ったのだろう。ベプコンに近づくことすらできず、この大爆発が収まるのをただ見ているしかなかった。ゲームとか漫画だと衝撃波って出てくるけど、実際はどんな感じなんだろう。じゃあここで実際の映像を見てみよう。え、映像あるの？ああ、この爆発の様子を撮影していた人がいたんだ。そしてこれが映像だ。こんなのが自分たちに向かってくるの？怖すぎる。私もこんなにはっきり衝撃波が見えるとは思っていなくて、映像を見た時は驚きを隠せなかったぜ。さらにこの一連の爆発の被害はペプコンにとどまらず、ペプコンから150メートルの場所にあったマシュマロ工場では、設備の不具合でもともと従業員が少なかったこと、そして勤務していた従業員たちが最初の爆発音を聞いて、すぐに避難していたためなんとか無事だったものの、工場自体は平地になるほど完全に破壊されてしまったようだ。さらにペプコンから半径 2.4km 以内にあった車や建物をはじめとした様々なものは甚大な被害を受け、4.8km 以内の範囲にあった建物の窓ガラスは割れたり、壁に亀裂が入るなどの損傷をした。消防署もただで済んでなさそうだね。だがこれで終わりではない。なんと 11km 離れたラスベガスのマッカラン国際空港でも、窓に亀裂が入ったりするなどの被害が出て、さらには空港へ侵入中のボーイング737が衝撃波によって揺さぶられてしまうほどだったんだ。うわ、じゃあ下手したらその時飛行機事故も起きてしまってた可能性もあるのか。だな。この中でも一番大きな爆発は、TNT 換算で1キロトンに相当するとも言われており、コロラド州にある国立地震情報センターによると、マグニチュード 3.0 から 3.5 規模であるとされたぞ。TNT はよくわからないけど、地震を引き起こすほどのエネルギーが工場から放出されたってことだけでも凄さが伝わるね。ああ、これだけの規模の爆発だったのでペプコンの6棟の建物は消し飛び、その後には深さ 4.5 メートル、直径60メートルものクレーターが形成されたんだ。ちなみに、この画像が爆発前と爆発後のビフォーアフターの航空写真だ。一部が跡形もなく消えているのがわかる。これは人類史上最大級と言われるにも納得だよ。ちなみに犠牲者は、負傷者は400人近くにも上り、二人が亡くなってしまった。その二人ってまさか。そう、工場長である A と、消防に連絡をしていた経理部長の B だ。A は車椅子を利用していたため避難しきれず、B は病気の後遺症で手足に麻痺が残り歩行が困難だったため、もう脱出できる見込みがないことを悟りながら、消防に通報したと考えられているぞ。なお、爆発後の調査中に A の遺体は発見されたものの、B についての痕跡は一切見当たらなかったということだ。それってつまり、爆発に巻き込まれて完全に吹き飛んでしまったってことじゃ。爆心地に残っていたことを考えると、その可能性は高いだろう。なんでこんなことに。ここからは事故原因を紐解いていこう。そもそも最初の爆発がなぜ起きたのか霊夢は覚えているか？ああ、なんとかかんとかに引火したって話だね。そう、ポリエステル製のドラム容器に詰め込んでいた可塩素酸アンモニウムに引火したんだ。そもそもだけど、可塩素酸アンモニウムって何？可塩素酸アンモニウムは、スペースシャトルの補助ブースターや、ミサイル兵器などの固体燃料に使用されている酸化剤の一つだな。この可塩素酸アンモニウムは他の物質を強く酸化させ、可燃性の物質と混ぜて150度以上になると分解が開始され、
その時自ら酸素を発生させるんだ。さらに400度以上になるとより激しく分解、発火し、発生させた酸素がどんどん燃えていくような流れになる。だからスペースシャトルなんかで使われているんだね。でも一歩間違えたらかなり危険そうだし、取り扱いも難しそう。実際に火塩素酸アンモニウムは危険物として扱われており、最も危険で、大爆発を起こす危険性がある等級 1.1 に該当する。もちろんこれだけ危険なものを作る会社は制限されており、アメリカではペプコンを含め、たった2社だけが生産している状態だった。だが事故当時、ペプコンでは大量の火塩素酸アンモニウムが出荷されずに積み上がっていたんだ。せっかく作ったのに？ああ。だがこれには理由があるんだ。さっき伝えたように、火塩素酸アンモニウムはスペースシャトルを飛ばす時の補助ブースターに使用され、この補助ブースター1本あたりにつき、約350トンの火塩素酸アンモニウムが必要になる。そして1回の打ち上げで使用されるブースターは2本だ。じゃあ1回につき、700トンの火塩素酸アンモニウムが必要になるんだね。そうだ。そしてアメリカでは1年に1回のペースでスペースシャトルを打ち上げていたため、ペプコンも毎年のように作っては出荷、作っては出荷を繰り返していたようだ。しかし1986年、ある問題が起きてしまった。どうしたの？それはチャレンジャー号というスペースシャトルが打ち上げ中に爆発するという事故が起きてしまったんだ。そのため、その後の打ち上げに関しては、技術面や安全面などを見直す必要が出てきたため、すべてのスペースシャトルの打ち上げは保留されたんだ。なるほど。つまりは大口の出荷先がなくなったってことか。その通りだ。スペースシャトルに比べるとミサイルなどに使用される量はわずかな量だったため、例年通りの分量を作ったとしても在庫は増えるばかりになってしまう。だがスペースシャトルの打ち上げが中止になり、明らかに必要な量が減るにもかかわらず、アメリカ政府はペプコンに、今まで通りのペースで火塩素酸アンモニウムを生産する契約を継続したんだ。え？そして出荷先がないにもかかわらず、例年と同じ量を作り続けた結果は言わずともわかるだろう。ただ、作れば作るほど保管場所は必要になるし、これだけの危険物のため管理は厳重にする必要がある。しかし大量の火塩素酸アンモニウムの管理手順の指示もなく、保管するための施設が設けられたわけでもなかった。じゃあドラム容器に入れていたのって？ああ、あれは苦肉の策としてとりあえず容器に入れておいたってだけだな。ドラム容器以外にも、1個あたり 1.8 トン入るアルミ製の輸送コンテナにも詰め込み保管していたが、置き場に困ったペプコンは、とりあえず敷地内の駐車場などを含めた空きスペースにこれらを置いていったぞ。そしてだんだんと積み上がっていった量は、事故当時には約4000トンにまで膨れ上がっていたんだ。スペースシャトルの打ち上げ6回分くらいだね。そんなのが連鎖的に爆発したらそりゃ。そう、あれだけの爆発が起きるのも頷けるだろう。でもさ、そもそもなんで引火したのかな？火元がないと最初の爆発も起きないよね？だな。正式には原因不明とされているが、アメリカ消防局の報告書では次のように推察されているぞ。事故前日までの暴風の影響でペプコンの施設の一部が被害を受けている状態にあり、建物の壁や天井を修理する必要があり、それを従業員が溶接装置で修理しようとした。その時出た火花か何かによって、建物に使用されているガラス繊維の樹脂が燃え、それが急激に広がっていってしまったことで、最初の爆発のきっかけになったドラム容器に引火したとのことだ。なるほど。しかし一方で、アメリカ合衆国労働省と労働安全衛生局はこの推察を否定しているようだ。というのも、修理していた場所とドラム容器までの距離は約20メートルあるため、火花がそれほどの距離まで飛ばないと考えたんだ。さらに言うと、仮に近くまで来た可燃物があったとしても、点火するほどのエネルギーはないと考えた。じゃあもし校舎の見解が正しいとすると、一体何が引き金になったんだろう？労働省はペプコン工場内で、ガス漏れが発生していたのではないかと考えたようだな。こう考えた理由は、ペプコンの工場の様々な部分で、地面から独特の燃焼の跡などの証拠を見つけたためだ。あれだけの大規模爆発が起きた中でも、そんな燃焼がどうこうとかわかるもんなのかな？私たち素人からしたらありえないと思うかもしれないが、専門家の人たちなら違いがわかるのかもしれないな。でも仮にガス漏れが起きていたとしても、その着火元はやっぱり溶接装置ってことになりそうだね。だろうな。
ちなみにペプコンはその後再建したの？ああ。ペプコンは最終的に名前をウェスタンエレクトロケミカル社に変更し、ネバダ州からお隣のユタ州に移転、そして新しく火塩素酸アンモニウムの生産工場を建設したぞ。もう二度とこんな事故は起こしてほしくないね。どうしたの？残念ながら1997年7月30日、この新しい工場で爆発事故が発生してしまい、一人が死亡、四人が負傷してしまったんだ。ええー。なんてこと。今回は、間抜け検査員、スイッチオンをくれて、コッパミジンについて紹介していくぜ。これは日本の事故？いや、この事故はプエルトリコで起きた事故だ。プエルトリコって、カリブ海にある国だっけ？確か野球選手の松坂大輔選手が、プエルトリコのチームで活動していたような。よく知ってるな。松坂選手が在籍していたのは、プエルトリコの北東海岸にあるカロライナに本拠地を構える、ヒガンテスデカロリーナだったな。ちなみに、プエルトリコの正式名称はプエルトリコ自治連邦区といって、アメリカの特別区だぞ。特殊な立ち位置なんだね。そうなんだ。ただ、歴史的背景もあり、幅広く使われている言葉はスペイン語だ。とはいえ、リゾート地として有名で観光業が盛んなこともあり、観光地では英語も通じる。そういう意味では他のカリブ海の国よりも、言語的なハードルはまだ低いかもしれない。私からしたら、英語でも十分ハードル高いけどね。プエルトリコの首都はサンフアンで、街並みはコロニアル調の建物が多い。壁が青、黄色、緑、ピンクなど、鮮やかな色で塗られていてとても魅力的な場所だぜ。私こういうの好きなんだよね。貴重な街並みを残しているということで、1983年には、ラフォルタレサとプエルトリコのサンフアン歴史地区として、ユネスコ世界遺産の文化遺産として登録されたぞ。また、モロ要塞やサンクリストバール砦で、サンフアン大聖堂など歴史的な建物も多く残っていて、写真好きな私には魅力的な都市な気がしている。お酒が好きな人は、世界最大のラム酒メーカーバカルディの工場があるから、そこに行ってみてもいいかもな。個人的には、映え間違いなしの、フォルタレザ通りに行ってみたいぜ。いいね、ここなら私の可愛さも100倍だわ。他にもおすすめの場所や、美味しいお店、有名なものがあったらぜひ教えてほしい。さて、そんなプエルトリコだが、首都のサンフアンでは逆の一面も色濃く存在している。実はこの都市での犯罪率は非常に高く、殺人発生率はニューヨーク市の2倍とも言われているんだ。ただでさえアメリカは高そうなイメージあるのに、さらにその2倍ってなると相当なものだわ。実際に様々な事件も起こっていて、1981年には航空機が11機爆破された。1986年には、デュポンプラザホテルが放火され、97名が亡くなっている。かなり大きな事件も起きてるのね。そんなサンフアンの一角にはとある靴屋さんがあった。この靴屋さんはプエルトリコに32店舗を展開している、靴の輸入販売チェーン店だ。ビルの1階に靴屋、そして3階から6階を本社として使用し、ここでは約30名の従業員が働いていた。30名でそれだけのフロアを使うって、儲かってそうだね。この日、1階の靴屋の店長は、地下にある倉庫に在庫を取りに行った。あ、地下もあったんだ。ああ、ここに大量の靴を保管していたんだ。しかし、店長が地下に降りた時、ある異変に気づく。なんか変な匂いがするな、ガスか？そう思った店長だが、ガスはありえなかった。なんで？そもそもこの建物にはガスが通っていなかったんだ。とはいえ、店長は念のためガス会社に連絡をした。そしてガス会社から担当者がやってきて、最新の検知器を使ってガス漏れの確認をしてもらったぞ。結果として、検知器には一切反応がなく、ガス会社の人も、おそらく下水の匂いだろう。と言った。プエルトリコでは公共施設の老朽化が問題になっていて、下水管も傷んでいることがしばしばあった。個人的には靴の匂いに一票かな。そしてこの日から6日後の早朝、店長がお店にやってくると異臭が強くなっていた。店長もさすがにおかしいだろうと思い、もう一度ガス会社に連絡。そしてすぐにガス会社から、前回とは別のチームの作業員たちがやってきた。店長は早朝が一番匂いがきつい。と伝え、作業員も確かに異臭がしますね。と言った。しかし、これはガスじゃなくて、靴のゴムやビニールの匂いが混じってるやつですね。
と店長に伝えた。やっぱりね。作業員はそうは言いつつも、念のため会社に連絡して指示を仰ぎ、道路に小さな穴を開けて、道路下のガス濃度を測ってくれた。18箇所のチェックをしたが、どこからもガスは検知されなかったんだ。そして別日に、エアコンの点検業者2人がオープン前の靴屋にやってきた。店長は業者さんを招き入れるために、お店のドアを開けた。それと同時に異臭を感じたが、業者さんの2人は特に何も感じなかったようだ。店長は俺の鼻がおかしいのか?と思いながら、業者さんを地下室のエアコン設置場所に案内した。もしかすると意識しすぎているっていうパターンもあるね。携帯が鳴ってないのに、鳴っているみたいに感じるやつ。その後、ガス会社から再び検査チームが店の近くまでやってきた。店長また呼んだの?いや、先日来てもらった時に店長から、早朝が匂いが一番きつい、と言われていたため、朝の状態をチェックしに来てくれたんだ。そんなこんなしているうちに、エアコン業者のうちの一人は次の現場へ向かうため靴屋を出て行った。そして午前8時30分、店長は異臭を気にしながらも、今日もお店をオープンさせたんだ。朝からお店にはお客さんも入ってきて、お店とビルの中には50人近い人がいた。急に人数を出すあたり、嫌な予感がする。そして約10秒後、突如としてビルが大爆発した。やっぱりこの爆発は凄まじく、ビルから100メートルほどの距離にあるものは、一気に破壊されてしまった。ビルの1階から3階は、鉄筋コンクリートの枠組みしか残っておらず、さらに階段が破壊されてしまったため、5階から6階にいた靴屋の従業員は取り残される形になった。お店の中にいた人たちももちろん、店の前を歩いていた人たちへの被害もすごそう。すぐさま消防と警察が駆けつけ、警察本部長が指揮を取って救助活動を開始。救助活動は何日にも及び、爆発から5日後には死者は29人になった。しかし、この時ビルの1階にいた店長はまだ見つかっていない。店長。そして救助をこのまま続けたかったんだが、ここで問題が起きてしまう。これ以上何があるっていうの?ビルが崩壊する寸前だったんだ。このままでは二次被害が起きてしまう可能性が高い。とはいえ、まだ生存者がまだいるかもしれない状況でもある。店長さんもまだ見つかってないもんね。そうだ、そして消防隊の中には、助けを呼ぶ声が聞こえた。という話もしていた。こういった状況下で、警察本部長は引き続き救助活動を進めるのか、停止してビルの補強作業を先に行うのかという、究極の二択を迫られた。どちらを選択するにしても、心を鬼にする必要があるよ。そして本部長は、ビルの補強工事を優先する決断をしたんだ。補強工事が進められ、爆発から27日後、地下の倉庫から一人の遺体が見つかった。店長?いや、エアコンの点検業者のうちの一人だ。そしてここからさらに2日後、ついに店長も発見されることになる。店長が、33名の犠牲者のうちの最後の発見者だ。ああ、爆発はなんで起きたのかしら?ガスが原因じゃないってことは確かだと思うけど。その原因を突き止めるために、NTSB など複数の調査チームが現地入りしたぞ。NTSB って、飛行機の墜落事故の時の調査でよく出てくるところだよね。爆発事故なんかも担当するんだね。みたいだな。その他にも FBI や ATF も調査に加わった。FBI は映画とかドラマで見かけるからわかるけど、ATF っていうのは何? ATF はアメリカの連邦法執行機関の一つで、アルコール、タバコ、火器及び爆発物の取締り局のことだ。BATF や BATFE と訳されることもある。爆発したのがどういう原因かわからないから、事故と事件を担当するいろんなチームが調査しに来たんだね。そういうことだ。前述したが、プエルトリコでは航空機爆破事件や、ホテルの放火事件などが起きていたこともあり、今回の爆発の事件性も十分に疑われた。しかし、調査を進めた結果、事件性は薄く、調査は NTSB のチームに委ねられることになった。調査チームは現場のあらゆるものを写真に収め、110人にも及ぶ目撃者からの証言を集めていった。その証言の中には食い違いも数多く存在したが、一つだけ確かなことがあった。なになに?それは異臭がした。ということだ。そのため、ガス爆発の線で調査を進めることになった。でもさ、確かこのビルにはガス管が通ってないんだよね。その通りだ。
ガスが引かれていないことは、ガス会社にも確認を済ませていたことから、調査チームも通常は起こり得ないと考えていた。が、普通では起きないことが起きることもある。そのため、可能性が低くとも調査を進めるのがプロだぜ。もしガスによる爆発だったとすると、考えなければいけないことが大きく分けて二つある。一つ目はガスはどこからやってきたのか？そして二つ目はなぜ引火したのか？だ。ふむふむ。まず一つ目の、ガスがどこからやってきたのかについてだが、これを考えるにあたり、ガスの種類を特定する必要があった。可能性として挙げられたのは、一つはガス会社が提供しているプロパンガス、もう一つは下水から上がってくるメタンガスだ。下水から？ああ、実はこの事故の前に、メキシコでは下水に溜まったメタンガスが爆発し、200名以上の人が亡くなった事故が発生していたんだ。そのため、メタンガスの線も十分にある。ガスの種類を特定するために、調査チームは爆発箇所を突き詰める作業を開始した。それがガスの種類とどう関係するの？この二つのガスには決定的な違いがあって、プロパンガスは空気より重いため、下の方に溜まる。逆にメタンガスは空気より軽いため、上の方に溜まるという違いがあったんだ。なるほど、だから爆発箇所の位置が上か下かで、ある程度まで絞れる可能性があるんだね。そういうことだ。そして調査チームが着目したのは、天井近くにあった鋼鉄製の針が、上に向かって湾曲していた点だ。ということは下からの爆発。そう、つまりプロパンガスが原因の可能性が高くなった。しかし、ガス会社はこれを否定した。調査チームはプロパンガスが原因と仮定して、事故の前にガス会社が点検のために開けた穴をチェック。すると、ビル周辺の地中深くから、かなり濃度の高いプロパンガスが検出されたんだ。これはもう言い逃れできないね。いや、まだガス会社はこの主張に抵抗してきた。というのも、このビルだけではなく、近くの建物にもガスが引かれていなかったからだ。そこで今度は、道路の下に埋まっているガス管の有無を、図面を見ながら確認した。すると、思いもよらないことが判明したんだ。なんだろ？図面にはガス管の他に、水道管、下水管、電話線を通すダクト、電線用のダクトなど、合計20本ものパイプが存在したんだ。なんか迷路みたいになってそう。図面だけだと拉致が開かないと思い、調査チームは実際に地面を掘り起こしてみた。すると、またまた問題が発生する。地面の下には、図面に載っていない用途不明のパイプがたくさん埋まっており、配管図が不完全だとわかったんだぜ。うわぁ、それは最悪なやつ。そしてビル周辺の調査もした結果、数箇所からのガス漏れが確認できたため、この漏れ出したガスの量が、靴屋の倉庫いっぱいになると考えた。しかし、実際には倉庫の体積の1割にとどまる分量だった。あれ？ってことは、プロパンガスが原因じゃない可能性出てきた？その可能性もあったと思うぜ。しかし調査チームのリーダーは、他にも配管図に載っていないガス管があるんじゃないか？と考えた。確かに用途不明のものが埋まっているくらいだしな。そして引き続き調査を進めて判明したのは、靴屋のビルから約25メートル先の坂道を登ったところにある、ファストフード店に繋がったガス管の存在だ。このガス管は約11年前に設置されており、検査したところ、毎時 2.7 立方メートル以上のガス漏れをしていた。どんくらいか想像できないんだけど、1立方メートルは1000リットルだ。これが仮に水だったら1トンになるから、そこからなんとなく想像してくれ。1時間に1トン漏れてるって思うと、多そうってことは理解。それにしても、そんなに漏れていたら、ガス会社かファストフード店は気づきそうなもんなのに。確かに料金量や消費量が半端なさそうだよな。漏れていた原因は何だったの？実はこのファストフード店につながるガス管は、途中で思いっきり曲げられていたんだ。曲げられていた？ああ、本来であればガス管を横に曲げるときは、L 字の専用の管を経由させるのが普通だ。しかしこのガス管は直線のものをこう描くようにして曲げていた。そのため、ガス管には長い年月をかけて負荷がかかった。さらに、このガス管の下に新しい水道管を設置する工事をした形跡があった。しかし、最後に土を埋め戻す作業をするときに、ガス管の下にちゃんと土を入れなかったことで、ガス管の上の土の重みでさらに負荷がかかり、ついに爆発する2週間前に限界を迎えたと考えられた。
この結果ガス管は破裂してしまい坂を下りながら途中で電線ケーブル用のダクトに入り込み、それが靴屋のビルの地下に繋がっていたことで、どんどんと倉庫にプロパンガスが溜まっていったんだ。なるほど、でもさ、ガス会社の人が倉庫を検査してたよね？検知器が壊れていたのかな？そこが今回の大きなポイントの一つになるぜ。なぜガス会社の検知器には何も反応しなかったのか、そこにはあまりにも間抜けすぎる理由があった。この検知器はスイッチを入れたら、まずは基準となる値を設定する必要がある。そのため、まずは空気がきれいな場所でスイッチを入れるんだ。しかし、最初に検査に来た作業員は、あろうことか倉庫の中でスイッチをオンにしていたんだ。それじゃあ、ガス溜まってる場所が基準値になるから、反応するわけないじゃん。霊夢の言う通りだ。それに気づかなかった作業員は、検知器が反応しないからといって、ガス漏れでないと判断。さらにその後に道路に穴を開けて検査した時にも、これと同じレベルの行動を作業員はしていた。ガス管が通っているのは地下90センチメートルから120センチメートルくらい。にもかかわらずこの時差し込んだ検知器の深さは46センチメートル。なので、当たり前だが、そもそもガスがある場所まで届いてないから検知器は反応しない。NTSB もこれに言及したが、ガス会社はこの穴の深さが浅かったことを否定した。しかし、作業員たちの聞き取り調査で分かったのは、ほとんどの作業員が掘るべき深さを46センチメートルだと思っていた。ここから考えられるのは、そもそも会社のマニュアル自体が間違っていたのではないかということだ。もしそうだったとしたら、作業員の人たちが間違ってしまうのも仕方ないね。とはいえ、ガス会社の人がガス漏れの匂いに気づけないのも不思議なんだけど、もしかすると検知器が反応しなかったことで、無意識のうちにガスの匂いを選択肢から外して考えてしまったのかもな。そういう脳の働きがあった気がするぜ。ガスが溜まった原因は分かったんだけど、引火した理由は何だったの？それはエアコン点検業者さんが最後の引き金を引くことになってしまったんだ。地下室のエアコンの点検をするために、エアコンの電源をつけたとき、サーモスタットという温度調整を行う装置から火花が散って、プロパンガスに引火、凄まじい爆発が起きたというわけだ。この時の爆発は、TNT 火薬、148kg にも相当した。マイクラで見かけるやつだ。NTSB は事故調査から、このガス会社のプロパンガスが原因だったと発表。しかしこれに対し、ガス会社はまだ諦めない。あくまでも爆発はメタンガスが原因だと、主張を繰り返したんだぜ。もうさすがに言い逃れできないと思うんだけど。確かに状況証拠としては、プロパンガスの可能性は限りなく高かったが、メタンガスが原因だという可能性もゼロとは言えなかった。そのため調査チームは、これを裏付ける物的証拠を見つけるために調査を続けたんだ。そして6ヶ月後、ついにその決定的な証拠を見つける。何を発見したの？証拠は、解体されたビルの瓦礫の中から出てきた。地下室の天井を支えていた鋼鉄製の梁の下側に、奇妙な模様がたくさんついていたんだ。奇妙な模様？この模様の正体は、足跡だった。つまり靴の裏面の跡だな。これが天井の梁の下側についているということは、下から爆発があって、押し上げられたってことだね。そうだ、そして下から靴が飛んでくるということは、床側で爆発が起こったということ。そして床側に溜まるガスは、空気より重いプロパンガスだったというわけだ。これが動かぬ証拠となった。ついにやってやったわね。NTSB の報告書では、事故の一因としてガス会社の職員の訓練不足を指摘。再教育の徹底と、定期的なスキルチェックをするよう勧告したぜ。あとマニュアルや規定の改善も必要そうだね。そしてこの事故をきっかけに、サンフアンでは大きな改善策が実行されることになった。まず地下にあるガス管の9割が撤去、そしてコンピューターマッピングシステムが導入された。さらに、道路工事の前に電話をかけるだけで、電気、ガス、水道などの配管の位置を、一度に全て確認できるシステムが構築されることになった。デジモンの超進化並み。ちょっと何言っているかわからないが、それほどまでに大きな事故だったということだぜ。今回の話はプエルトリコだったが、日本でもガス漏れによる事故は起きている。最後に少しだけ、それを紹介しようと思う。有名なのは、2007年に北海道の北見市で発生した都市ガスの事故。北
北見市都市ガス漏れ事故だ。この時は、北海道ガス株式会社の北見支店で、住宅に設置されたガス警報器が2回鳴ったことを確認。会社は調査員を派遣したが、この時検出できたガスは微量で、ガスの匂いもしなかった。そのため、とある社員が、警報器が10年ほど経って古いから、変えた方がいい。と、あくまで警報器の誤作動を示唆するような発言をした。しかしその後、近くに住んでいた人たちの体調が悪くなり、他の場所でも警報が鳴り響いた。結果としてかなり被害が拡大していき、最終的には1名が亡くなり、2名が遺体で見つかった。他にも記憶に新しいのは、2020年に福島県郡山市で起きた、しゃぶしゃぶ店での事故だろう。あ、それ覚えているよ。確か建物の鉄骨部分しか残っていなかったやつだ。そうだ、この事故によって1名が亡くなり、19名の負傷者が出た。この事故の原因は、配管からのガス漏れだとされている。経済産業省のホームページによると、2020年だけでも、ガスによる事故は火災なども含め22件も発生している。しかも一般住宅で起きることも多く、私たちの身近に危険は存在しているんだ。だからこそ、少しでも異変に気づいたときは、業者の指示は仰ぎつつ、使用を中止し、元栓を閉めるなどできることもしておこう。そして引き続きおかしいと思ったら、徹底的に調査をしてもらうことを諦めてはいけない。また、ガス会社や点検業者の人たちは、日々多くの箇所を見て回っているので大変だと思うが、人命がかかっていることを忘れずに、対応をしてもらえればと思うぜ。時は1945年11月12日、福岡県田川郡添田町にある日田彦山線彦山駅から、南に約500メートルほどのところにある、鉄道路線がまだ未開通だったトンネルで今回の事故は起きた。戦後間もない頃だね。それにしてもトンネルなのに線路が通ってなかったの？ああ、このトンネル自体は完成していたんだが、戦争が激化したことで工事が中断してしまい、線路はまだ敷設されていなかったんだ。なるほど、でもそんなトンネルで一体何が起きたの？このトンネルの近くまで開通していた彦山線の沿線付近には多くの軍事施設があったんだが、そのうち、現在の北九州市小倉北区にある山田緑地にあった小倉兵器補給所山田店役所、という火薬倉庫の一棟が、1944年6月16日の空襲によって焼失してしまったんだ。そのため、大日本帝国陸軍の中で、中国、四国、そして九州の防衛をしていた西部軍司令部の指令により、小倉兵器補給所山田店役所の所長であった陸軍少佐は、空襲を受けても安全な新たな倉庫を探していた。その結果として、東谷村の県道のトンネルと、冒頭で伝えた彦山駅から南に500メートルほどの場所にあった二股トンネル、そしてさらに南に行ったところにある吉木トンネルが、火薬庫の役割が果たせる場所として白羽の矢が立った。つまり使っていないトンネルで火薬を保管することにしたってことか。そうだ。そして1944年7月から1945年2月にかけて、これらのトンネルにトロッコのレールを敷いて搬入が行われた。だが1945年8月15日に日本が降伏し、第二次世界大戦も終結。そこでアメリカをはじめとする連合国福岡地区占領軍として、アメリカ第130師団が進駐してきた。連合国軍は添田警察署の署長と、山田店役署長の責任者であった陸軍少佐 A に対して火薬類の引き渡しを指示。これを受け陸軍少佐 A は8月30日までに在庫の調査を行った。その結果、二股トンネルには約532トンの火薬が木箱に入れられた状態で保管されていたことが分かったぞ。そして地元の住民4名を陸軍所属として、これらの管理をさせていた。532トン？量が多すぎてもうどんくらいか想像できないね。でもどうして連合国軍は火薬の引き渡しを要求したのかな？その理由は、いくら日本が降伏したとはいえ武器や火薬を使って反抗することを危惧したためだろうな。つまり少しでも抵抗するためのきっかけを取り除いておきたかったんだろう。確かにその可能性はありそう。それから少し時が経った11月8日、添田警察署では警察署長の立ち会いのもと、火薬類の品目数量を記載した兵器原供表が陸軍少佐 A から連合国軍の中尉 B へ渡され、この時点をもって火薬類の管理は日本陸軍から連合国軍が行う形になったぞ。
そしてこの引き渡しの際、陸軍少佐 A は連合国軍中尉 B に対して、念のためどのように火薬を管理しているか、現地で確かめてほしいです。と、伝えた。しかし中尉 B は、その必要はないです。我々連合国軍は以前からこの火薬の存在を把握しており確認済みですから。なので現地での立ち会いは不要です。あとは任せてください。何より我々は職業軍人です。火薬の扱いはしっかりわかっているのでね。と言い、陸軍少佐 A の進言を却下したんだ。確かに軍人なら武器に使うもののことをしっかりわかってそうだしね。それにしても日本軍の動向はいろいろ把握されていたってことか。そういうことなんだろうな。ここから火薬類の管理は連合国軍の命令により、先に伝えた陸軍所属となった地元住民4名から、警察官が行うことになったぞ。そして引き渡しから4日後の11月12日、今度は少尉 B が下士官に、3名を連れて添田警察署を訪れ、あのトンネルにある火薬を処分したいので、手伝いのため何名か同行を願う。と言ってきた。この少尉 B の指示に従い、添田警察署からは警部補、巡査部長、巡査2名の合計4名と、その他作業員として警防団の数名が同行することになった。一行はまず吉木トンネルに向かい、トンネル内から火薬が詰まった木箱を15箱ほど外に持ち出し、この火薬に火をつけて焼却処分をすることにしたんだ。え、火薬に火つけるの？おそらく霊夢と同じようなことを警察署の人たちも思ったのだろう。彼らも、火薬に火をつけるなんて絶対に危ない。何が起こるかわからないですよ。と、処分方法に反対の声を上げたようだ。だがこの意見に少尉 B は、わかった。であればこの方法が安全であると証明しよう。と言い、トンネルから持ち出した一部の火薬を箱から取り出して地面に巻き、試験的に火をつけてみた。すると確かに火薬は爆発しなかったんだ。なので少尉 B は警察官と作業員たちを見渡し、点火しても火薬は爆発しないぞ、これでわかっただろう。トンネルにある火薬は全て焼却処分できるということが、危険性は全くなし、さあ、作業開始だ。と、この処分方法が安全であることを伝え、焼却処分のための準備が開始されたぞ。火薬ってそういうものなのか。作業員たちは少尉 B の指示のもと、保管されていた火薬を導火線の代わりにするため、幅1メートル、長さ20メートルにわたってせっせと散布していき、巻いた火薬の末端に粉末一塊を設置した。これらの作業を見ていた巡査部長は少尉 B に対し、少尉、この近くには民家があります。念のため避難指示を出した方がいいのでは？と、住民の避難を進言したぞ。これを聞いた少尉 B は避難のことは警察官たちに任せ、午後1時頃、少尉の部下である下士官がライターで導火線に点火をしたとされている。そして燃焼の様子を5分ほど見守っていた上で特に問題はないとし、少尉 B たちは次の目的地である二股トンネルに向けてジープに乗り込み移動を開始した。その際、警部補は警防団員の一部を吉木トンネルの見張りとして残し、近隣の住民にも避難するよう注意を促してから、少尉 B たちを追うように二股トンネルに向かったぞ。最後まで水に離れたのがなんか怖いんだけど、本当に大丈夫かな？二股トンネルに着いた少尉 B は、点火時刻を15時と決め、吉木トンネルと同様に、トンネルの北側入り口から約10メートル離れたところまで導火線を作るよう指示をした。そして作業完了後の15時頃、下士官が導火線に点火。こちらでもしばらくこの様子を見守っていた少尉 B は、二股トンネルも危険の可能性はないと判断し、問題が起こりそうな気配はないな。では私は基地に戻るのであとは任せたぞ。と言い残し、15時30分頃に連合国軍兵士たちはジープを走らせ基地へと引き上げた。その後、現場を任された警察官たちは、念のため燃えている間は、付近の住民が近寄らないように見張っておこう。と、トンネル近くの鉄橋の上に立って監視、また近くの住民にもトンネルに近寄らないようにだけ伝えた。だがこの時、運命の時間は刻一刻と迫ってきていたんだ。火をつけた後の二股トンネルでは、時々入り口から細い火が出たり引っ込んだりしていた。しかしこの火はどんどんと勢いを増していき、その様子を見た付近の住民は、まるで竜の下のようだ。と、言った人もいたようだ。ドラゴン。そして少尉 B たちが引き上げて約1時間後の16時30分頃、ついにその炎は火炎放射器かのようにトンネルから噴出。
トンネルの入り口から100メートル以上も離れた、側の対岸にあった民家にまで届いて燃え移ってしまったんだ。すぐに警防団の人たちが、急いで消火だ。と叫び、手押しポンプで消火活動をするものの、全くもって立ち打ちができない。そこで警鐘を乱打し住民に緊急事態を呼びかけ、集まった男性たちも大急ぎで消火作業を手伝ったぞ。一方その頃、宿題のどんぐり採集を終えた小学生たちが、この騒ぎのことなどつゆ知らず、トンネル近くの道を歩きながら帰ろうとしていた。おそらく小学生たちは、どんぐりいっぱい取れたね、などと会話していたことだろう。嫌な予感しかしない。またその頃、学校から帰ってきたばかりの別の小学生 C は、自宅から約100メートル離れたトンネルの方が騒がしく、胸騒ぎがしたため急いで家を飛び出した。すると家の中にいた C の姉が、待って、危ないから家にいなさい、と走り出す C を止めようとした。しかし C は、だってお父さんがあのトンネルにいるんだろ、様子を見に行くだけだから。と返事をし、姉の言うことを聞かずにトンネルに向かって走り出していってしまった。まさか。そう、C の父親は火薬の処分に駆り出された作業員の一人だったんだ。大人たちが炎が吹き出す二股トンネルから急いで避難を始めていた時、C は父親を見つけ一緒に線路の脇に避難し始めたぞ。合流できたんだ、よかった。またちょうどその頃、彦山駅にいた17歳の男性駅員は、駅に到着する列車を迎える準備のため線路を渡ろうとした時、トンネルから吹き出る炎を見て、なんだあれは、と、見たこともない光景に困惑していた。が、そう思った次の瞬間、ドーン、という強烈な爆音とものすごい爆風によって吹き飛ばされてしまったんだ。いきなり、パラパラと雨のように降り注ぐ小石、あたり一面に巻き起こる土煙。駅員はなんとか立ち上がり、朦朧とした意識でその場から立ち去ろうとした。しかし彼は列車が近づいてきたことを察知し、何が起きたかわからないけど、列車が巻き込まれると危ない、と思い、どこかに落とした信号機の代わりに手拭いを振りかざして必死に列車に合図を送った。この駅員の行動によって駅に入る前に列車は止まり、乗客は難を逃れることができたぞ。17歳の若さで、駅員としての責務をしっかり果たされたんだね。すごいしっかりした人だよな。さて、列車は無事に止めることができたものの、駅前広場はとてもひどいありさまになってしまっていた。というのも、二股トンネルが炎を吐いていた時は、ちょうど会社終わりの人や学生の帰宅する時間と重なっていたため、駅前広場や近くの道路には多くの人がいたんだ。そのため、その人たちの何十人かは地面に倒れたり、頭から血を流したままピクリとも動かなかった。そして先ほど父親と共に線路脇に避難した C も、衝撃波を受けて地面に突っ伏していた。ようやく顔を上げると C の父親が彼に覆いかぶさっており、息も絶え絶えの様子で、家に帰りなさい、家に、とずっとつぶやき続けていた。その後、口数が減ってきた C の父親は、静かに息を引き取った。目の前の光景に恐怖した C は、父親の言葉に従い急いで家へ向かって駆け出した。だがそこで C が見たものは、数百メートル離れた場所の家屋が倒壊している様だった。そして C がやっと家のあるとこまでたどり着いたものの、そこにはもう C の自宅はなく大量の土砂があるだけだった。C は、お姉ちゃん、お姉ちゃん、と必死に呼ぶが、返事は一切ない。すでにこの時点で C の姉は土砂に押しつぶされ、亡くなってしまっていたためだ。そんな。さて、ここで二股トンネルの対岸にあった村の民家が燃えていた話に戻ろう。彦山駅で爆音と爆風による被害が出る直前まで、警防団や男性たちが消火活動をしていたわけだが、この村にいた彼ら三十数名も、C の姉と同じく大量の土砂の下に生き埋め状態になってしまっていた。また、村のとある男性は爆風を受け用水路に落ち、そこから出ようとするものの、降り注ぐ土や砂、そして石が彼の体を強く叩きつけ、ようやく這い出た時には絶望の光景が広がっていた。彼の家は跡形もなく消し飛び、弟は降り注いだ岩石に当たり即死。父親と母親は警防団の人たちと同様に生き埋めになり、二度と帰らぬ人となってしまったんだ。ちなみにどんぐり採取をして、帰り道を歩いていた小学生たちは、残念ながら小学生たち29名も亡くなってしまった。
彼らのうちの何人かは、どんぐりをぐっと握りしめた状態で発見されることになった。なんてこと。この突如として起きた爆発によって、死者145名、負傷者151名。埋没した家屋は9戸、全壊25戸、半壊28戸、破損家屋は75にまで上り、その他田畑など含め、二股トンネルを中心に約 2km に甚大な被害が出たんだ。なんでこんなことに。ここからは事故原因を紐解いていこう。これだけの被害が出た直接的な原因は、なんといっても二股トンネルで大爆発が起き、山がえぐり抜かれたような消し飛び方をしたことで、大量の土砂や岩などが降り注いでしまったためだ。山が消し飛んだって、どういうこと？普通に考えたら意味がわからないと思うが、この写真を見てもらうとわかるぜ。え、まさかこの中央部分が。そう、吹き飛んだところになる。こんな状態になるってやばすぎる。でもどうしていきなり爆発したんだろ？二股トンネルが爆発したのなら、もしかすると吉木トンネルでも同じことが起きたの？いや、吉木トンネルでは爆発は起きず、約40日かけて火薬は徐々に燃焼して自然に消化したぞ。じゃあなんで二股トンネルだけ？この違いの理由として挙げられているのは、二つのトンネルの火薬の格納率とされているぞ。格納率？ああ、吉木トンネルではトンネルの全容積のうち、火薬の量は 20-25% と少なかったのに対して、二股トンネルでは、左右に50センチ、上に約180センチほどの空間を残しただけで、格納率は 70% 以上になるような、リュウグウ詰めの状態になっていたようだ。量が多いと危ない気はするけど、山が吹き飛んでしまうほどの爆発になるものなのかな？そこにはおそらく、火薬の特性が関係しているのだと思われる。火薬の特性？私も調べてみたもののまだ理解しきっていないところがあるので、ぜひ詳しい人たちに補足や修正をしてもらいたいんだが、火薬というのはそもそも普通に火が燃えるのとは異なり、燃焼が起こる反応速度がとても速いんだ。まず先に普通の可燃物、例えば紙焼きなんかを想像してみてほしい。それらに火をつけた場合、どんな感じで燃えるかわかるか？普通にゆっくりメラメラと燃えるよね。そうだな。つまりは長い時間をかけて燃えるということになる。だが一方で、火薬に火をつけた場合は燃焼はとても速い速度で起き、少しの時間で燃え尽きるんだ。これはつまり紙焼きと違って、火薬は熱や二酸化炭素などのガスを一瞬で放出するとも言える。ふむふむ。つまりは一瞬で燃え尽きる分、短時間で多くのエネルギーを出している感じなんだね。その通りだ。この火薬の一瞬のエネルギーの放出を用いて、鉄砲なんかの発射もされているわけだ。なるほど。でもまだ疑問が残るんだよね。二股トンネルの格納率が高かったってことはさ、その分酸素の量は少なかったってことにはならない？火が燃えるためには酸素が必要なわけだから、そんな状況で爆発がしっかり起きちゃうものなのかな？霊夢の言いたいこともわからなくもないぜ。だが逆にここで考えてみてほしいんだが、宇宙には酸素がないのに、ロケットはなんで火を吹き出しながら進むと思う？むむ、確かに。疑問に思ったこともなかった。この答えがまさにロケットの燃料に火薬が使われているからなんだ。つまり、火薬は空気中の酸素がなくても燃焼することができるってことだな。そうなの？ああ。一般的に火薬として用いられるものは黒色火薬で、この原料は主に硝石、硫黄、そして炭になる。そしてざっくり言うと、この硝石の中に酸素が含まれているんだ。そのため硝石に熱が加わることで酸素が発生し、硫黄や炭はその酸素と結合して燃えるという流れだぞ。つまり、火薬は自前の酸素を大量に持っているから、酸素がない場所でも持ち前の破壊力を出せるんだね。そういうことだ。そして532トンもの火薬が一気にエネルギーを放出することになるわけだが、その上で私個人の見解としては、トンネルにぐうぐうに保管したことで、より爆発力が増してしまったのではないかと考えているぞ。どういうこと？先ほどの火薬の話も加味して想像してみてほしいんだが、爆発というのは大きなエネルギーが、圧力という形で急激に、瞬間的に変化した時に起きる現象と言える。なんとなくそんな気がするね。そしてこの時のポイントは急激に、瞬間的な変化、という点だ。霊夢は圧力鍋って知っているか？もちろん知ってるよ。短時間で野菜やお肉が柔らかくなるとっても便利なお鍋だよね。
そうだ。圧力鍋は内部の圧力が高まっていった時、安全弁で膨張しすぎた圧力を逃している。その時になるのが、あの特徴的なピューという音なわけだ。じゃあもしあの安全弁がなく、圧力を逃すことができなかったらどうなると思う？多分中でどんどん圧力が高くなって、鍋が膨れ上がったりとかするのかな。そう。密閉された中で空気が膨張するのに、それを逃がせないとなれば圧力は高くなっていくばかりだ。そして鍋が内側からの圧力に耐えきれなくなった時、鍋はぶっ壊れて圧力が一気に外に伝わり、鍋が爆発して飛び散るようなイメージは、なんとなく想像できるだろう？つまり、何が言いたいのかというと、容器が頑丈であればあるほど中での圧力は高まり、その容器が壊れた時に急激な変化が起きる。そうなると爆発力が増すってことだから。そう、これが二股トンネルの場合、トンネルが容器の代わりとなって、さらにはこの容器の中には、たくさんのエネルギー、つまり圧力を生み出す火薬が存在。そしてトンネルの中の格納率は 70% 以上で、さらに安全弁のような役割をするのはトンネルの出入り口だけ。しかしそれでは圧力の変化を逃しきれず、トンネル内で一気に放出された圧力でトンネルは破壊され、破壊された途端に一気に外にエネルギーが解放され、前代未聞の大爆発に至ったと私は考えてみたぞ。なんかそれっぽい気がするね。じゃあもし少しずつ焼却処分をしていたら、あんな大惨事には至らなかったかもしれないってことか。その可能性はあっただろうな。また、ヨシキトンネルは全長が50メートルだったのに対し、二股トンネルが全長約100メートルだったことが、圧力を逃しにくい要因になっていたのではないかと思うぞ。なるほどね。こういった違いや原理を連合国軍の将尉 B がきちんと把握していれば、もしかするとこの事故は防げていたかもしれないと思うと、何とも言えない気持ちになるよ。軍人であることと危険物の処理ができるというのは、また別問題なんだろうと調べていて感じたぜ。さて、ここまで爆発原因について私の考えも混ぜて伝えてきたわけだが、一説によると、実はヨシキトンネルの方が二股トンネルよりも火薬の量が多かったという情報もある。え？この説では二股トンネルは532トンの火薬だったが、ヨシキトンネルでは1280トンが保管されていたとのことだ。でもそれが本当なら、さっきマリサが説明してくれた格納率の話と矛盾してこない？そうなんだ。もしかすると火薬の種類などが異なるなど、何かしらの違いがあるのかもしれないんだが、もし同じような性能の火薬だとすると、今まで説明してきたことは全て覆ることになる。もしくは、実は二股トンネルには火薬以外に何か別のものも存在したかだな。もし別の何かも保管されており、それも爆発に寄与するものだったとしたら、それらも含めて格納率が高かったということで、先ほどの話でも説明がつくのかもしれない。ここについては、ぜひ皆さんが知っている情報や、個人的な意見を聞かせてほしいところだぜ。もし他の何かがあったのなら、それはそれで気になるね。ちなみにだけど、この爆発を受けて連合国軍側は何かしらの対処をしたの？どこまで確かかは不明だが、連合国軍側は最初報道規制を敷いたとされている。そのためこの爆発は NHK のニュースでは報じられず、東京で発行された新聞にも載らなかったようだが、さすがにこれだけの爆発のため規制しきれず、九州で発行された新聞に掲載はされたようだ。また火薬の管轄が連合国軍に渡っていたということもあり、さすがに責任があると考えたのだろう。中尉 B よりも上級士官であるアメリカ軍国ら司令部の中佐が、爆発によって負傷した人たちが入院している病院を訪れ、慰問と見舞い品を送ったとされているぞ。ふむふむ。だが、詳しい経緯は省くが、被害者や遺族に対する救済措置について連合国軍側からの保証はなかった。そこで被害者の一部の16世帯の人たちは、損害賠償請求を提訴し、最終的には、国の機関たる警察官たちが、住民の生命や財産に危害が及ばないよう適宜正しい措置を取るべきであった。しかしそれをしなかったとして、損害賠償をなす義務があるのは国である。と、判決が下されたぞ。連合国軍ではなく、日本に対してだったんだね。じゃあ中尉 B の責任追及とかは、何もされなかったってことなのかな？いや、されたぞ。B は1946年2月に軍法会議にかけられ、有罪判決の上降格、
本国へ強制送還されることになった。ちなみにこの時の降格処分は、召喚ではなく一兵卒の身分になることを指していたようだ。なるほど。なお、二股トンネルはこの爆発で山ごと吹き飛び消滅したため、1956年に開通した鉄道は、切り通しのようになった場所に線路が敷かれている。そして二股トンネル跡から筑前岩屋駅側に下った場所にある踏切は、爆発踏切、という正式名称で、この事故を物語る場所になっているぞ。この事故を風化させたくないという強い意志を感じるよ。だな。そしてこの事故で生き残った人も、事故を風化させまいと活動している。事故で父と姉を失った C さんは、地元の学校などでこの事故について語り始めたそうだ。そして爆発踏切などがある区画が、2023年にはバス高速輸送システム DRT、となることで、今の爆発踏切の姿がなくなってしまう予定だからこそ、生き残った者として、命ある限り語り継ぎたい。と固く決意をしているようだ。ぜひバトンを繋いでいってほしいよ。ソ連ロシア史上最大の死者を出した鉄道事故について紹介するぜ。あんな大きい国での最大の事故って一体、舞台はバシキール自治ソビエト社会主義共和国の首都ウファから、東に 50km 離れたアシャという町の近くだ。この距離間で 50km あるって、改めて領土がでかすぎる。ちなみにソ連ってことは、結構昔の話なのかな？1989年6月4日の出来事だぞ。なお、偶然にもこの日は血の日曜日事件と呼ばれる、天安門事件のあった日と一緒だった。なんとも嫌な偶然ね。さて、事故の流れについて解説する前に少しだけ、アシャの近くを通っていたパイプラインについて触れておく。このパイプラインは直径 720mm、全長 1852km で、西シベリアからウラル山脈、ボルガ川を通り、モスクワなどの大都市にガス資源を届ける、非常に大規模なパイプラインだった。時々テレビとかで見るあのでっかいパイプか。それほど運ぶ量が多いってことなんだね。ああ。そのせいかパイプラインのルートは鉄道を14箇所も横断しており、鉄道のレールとの距離が約 1km まで接近しているような場所もあったんだ。距離が近いのは嫌な予感。そして事故発生の3時間前の6月3日22時頃、パイプライン管理会社の整備士 A が圧力計を見たところ、なんだこの数値、やけに低いな。と、明らかに圧力が低すぎる異常を確認した。しかし A は不審に思ったものの、ちょうど交代の時間だったということもあり、パイプ内の圧力が下がっているから圧力を上げておいてくれ。あとはよろしく頼む。と同僚に引き継ぎをして、最終バスに間に合うよう急いでその場を立ち去った。え、原因を調べないで圧力を上げて大丈夫？ A が交代をした頃、アシャの近くを通った列車の運転手 B もあることに気づいた。そして嫌な予感がした B は顔を歪ませながらも馬車周辺を走り抜け、その後に駅に到着。B はすぐに到着した鉄道の指令係である人に、馬車の近くで異常があった。これ以上列車を走らせるのは危険だ。すぐに他の列車の運行を停止した方がいい。と警告したんだ。しかしこの日は休日ということもあり、他の列車の乗客もとても多かったため、指令係は、そんなことはできない。今は列車を走らせることが重要だ。と、B の警告を却下。その返答を聞いた B さんは、何が起こっても知らないぞ。と吐き捨てるように言った。B さんは何に気づいたの？なんとなく嫌な出来事が積み上がっている気が。さて、B が運行を停止するよう警告した列車のうちの一つに、家族とバカンスに向かう少女 C の乗った寝台列車があった。C たち家族はもう夜遅くになっていたということもあり、家族で仲良く個室のベッドで眠りについていたぞ。寝台列車って乗ったことないから、ちょっと憧れがあるよ。なお、C たちを乗せた列車は20両編成で、シベリアのノボシビルスクから、国会近くのアドレルへ向かう列車だった。20両編成ってことは、乗客もかなり多そうだね。ああ、特に家族連れの乗客も多く、さらにホッケーのジュニアチームも乗っていたため、子供だけでもかなりの人数が乗っていたんだ。そして C たちを乗せた列車はついに、午前1時14分に馬車の近くに差し掛かる。どんな事態に？ C が乗った列車と、反対方向に進んでいた18両編成の列車がすれ違う形になったその直後、ドボーン。という音が当たり一帯に響き渡った。
寝ていたアーシャの町の人たちは何事かと思い飛び起きたが、その直後に建物の窓ガラスが次々と割れたそうだ。そしてその窓の向こう側には、現場から約 11km も離れているにもかかわらず、巨大な火柱が確認でき、深夜だったにもかかわらず、その時の空は眩しいほどに明るい空だったという。列車はどうなっちゃったの？この火柱を目撃した住民からの通報を受け、すぐさま救助隊が現場に向かうことになったぞ。そしてその頃、列車に乗っていた少女 C たちの家族は、全員ベッドから投げ出されており、体のあちこちに痛みを感じていた。そんな中、うめき声を上げながらなんとか立ち上がった C の父親は、みんな無事か。と辺りを見渡し、家族全員の顔を確認し全員の生存を確認したぞ。あ、生きてたんだ、よかった。おそらく C も含めて家族みんながほっとしたことだろう。だがそうも言っていられない事態が迫っていた。え？なんと列車の周囲には火の手が上がり、個室にも炎が迫ってきていたんだ。そこで C は父親に、早く逃げないと。と言い、逃げ道がないかあたりを探し始めたぞ。C の母親も個室から外へ出ようとドアノブに手をかけたが、猛火のせいでドアノブが熱せられてしまっており、C の母親は銃、という音とともに火傷を負ってしまったんだ。へ。逃げ道がないと思われたが、その時個室に一つだけあった窓ガラスが熱で割れたため、父親は、みんなこの窓から外に出るんだ。と言って、先に子供たちと奥さんを逃がし、C の父親は一番最後に列車から脱出したぞ。そして全員でその場から離れようとした時、列車が大爆発を起こしたんだ。間一髪。ちなみにだけど、他の乗客たちも脱出できたの？ C たちが窓から逃げた時、同じく列車から脱出できた乗客の女性 D もいた。D は腕の皮が焼かれ、剥がれ落ちるほどの火傷を負っていたが、周りのあまりもの惨状に、自分の腕の状態を気にしている場合ではなかったんだ。後に D は、足元では火に包まれた子供が私の方へ眼球のない兵士が腕を伸ばして歩いてきた。と語ったそうだ。ひぃー。急に想像以上の状態に跳ね上がってきた。そして D があたりの光景に呆然としていた時、消防隊、医療関係者、軍隊などの救助隊が事故現場に次々と到着。だが救助隊が見た光景は、この世のものとは思えないものだった。まず爆発によって壊され車両の瓦礫が散乱し、線路も粉々、もしくはぐにゃぐにゃに。事故現場周辺には森があったが、その木々は巨大なろうそくのようにゴーゴーと燃え、壊れた列車の断片は熱で真っ赤に染まり溶けていた。ある医者は、まるで核爆弾による攻撃でも受けたかのようだった。この刃に触れれば一瞬で粉々に砕け散り、鉄とアルミニウムがここまでかというほど溶けていた。と、語ったそうだ。まさに地獄とはこのことか。そんな状態ってことは列車に乗っていた人たちは、霊夢の予想通りとても凄まじいものだった。先ほど D が証言したように、何らかの手段で列車から脱出できた人たちはいたが、その中には炎に包まれてしまっている人も多数おり、まるで生ける松明のようになっていた彼らを、救助隊は急いで捕まえ炎を振り払っていった。しかしもちろん救助が間に合わない人たちもいて、彼らは金切り声を上げながら逃げ惑うも、しばらくするとパタリと地面に倒れ、そのまま動かなくなったんだ。だが、これだけでは終わらない。え、まだあるの？ああ、事故現場の周囲は水浸しになっており、そこに何かが溶け込んだのか。地面がメラメラと燃え続けていたそうだ。そしてその地面の近くからは多くの人の、誰か、助けて。という叫び声が、まさか。そう、この声は周囲から迫り来る炎があるにもかかわらず、瓦礫と化した列車の下敷きになった人たちの、助けを求める断末魔だったんだ。なお、救助隊の中には、この助けを求める声や炭化した遺体の山をかき分けるうち、あまりもの惨状に耐えきれない人もおり、事故現場で活動している彼らには酒が配られたほどだった。お酒でも飲んで少しでも気を紛らわせないといけないくらい、ものすごい光景が広がっていたってことか。そして救助隊が必死に助け出した人たちは、一刻を争う状態の人ばかりだったので、バスやトラック、ヘリコプターなど、様々な輸送手段を使って病院へ運ばれたぞ。しかし、重い一人を助けると20人が亡くなる状態で、全員を助けることは非常に困難だった。厳しい現実が、
最終的にこの事故では、日本の列車の乗客1350人のうち575人が死亡、800人以上が負傷したとされる。また、死者のうち181人が子供で、これは列車に乗っていた子供の約半数にあたる。なお、当時は列車に乗る際、小さい子供はチケットを購入することなく乗れたようなので、実際にはもっともっと多くの人が亡くなった可能性もあると考えられているぞ。なんてこと。この事故のことはすぐに報道され、列車の乗客の家族や友人が大勢病院へ駆けつけた。そんな中、頭から足先まで包帯でぐるぐる巻きになった少年の元へ二人の女性が駆けつける。二人の女性は、私の子供です。と、自分の子だと信じて言い張ったようだが、そこでその少年が目を開き二人のうち一方を見て、お母さん。と呟いたまま息を引き取り、少年と目が合った女性、つまり少年の母親であった女性はその場で泣き崩れたそうだ。また、娘が列車に乗っていたことを知ったある父親は、奥さんと共に娘がいないか3日間様々な病院を探し回った。しかしそれでも娘は見つからず、覚悟をしていた安置所へ向かってみたんだ。するとそこで彼らが目にした光景は、頭は損傷し判別が難しく、歯が2本出ているだけで。さらに胴体は真っ黒になっている、娘と同い年くらいと思われる少女だったという。だが、彼女が本当に自分の子供なのか、最後までわからなかったという話もある。うわーん。辛すぎる。どうしてこんなことに。ここからは事故原因に迫っていこう。これだけの犠牲者が出たのは先ほど伝えた通り、乗客の多くが爆発と火災に巻き込まれたことによる。しかもこの爆発の規模は、TNT 換算で250トンから1000トンと推定されているぞ。よく TNT 換算って言われるけど、今回のは一体どれくらいなんだろう？私も調べてみて意味がよく理解できなかったのだが、この爆発の威力は第二次世界大戦で広島に落とされた、リトルボーイと同じくらいの爆発の威力を誇ったという記事も見かけたぞ。ただ、TNT 換算だと明らかに違うはずなので、ここは意味がわかる人にぜひ教えてもらいたいところだぜ。爆発の威力と規模とかで、違った意味合いになるのかな？また、爆発した時の温度は一時、1000度にも達したとされており、さらに何重量もの列車が宙を舞い、一瞬無重力状態になったという証言もあったようだ。もう次から次へとヤバいってことだけが、伝わってくる話ばかり。でもなんで急に爆発が起きたの？もう予想はついていると思うが、原因は冒頭で伝えたパイプラインのガスだった。このガスは液化天然ガスだったので空気より重いため、パイプラインからひとたび出ると下の方へ溜まることになる。そして爆発に遭遇した2台の列車は、まさに低い位置にある場所を走っていたんだ。そのためガス込み列車の車輪から発生した火花なのか、タバコの火なのか何かしらが原因で引火してしまったわけだ。そういうことだったのか。でもなんでパイプラインからガスが漏れ出たんだろう。あれ？そういえばなんか最初の方でパイプラインの圧力の話ってしてなかった？していたぞ。そして事故後に行われた調査では、パイプラインには長さ 1.7 メートルの細い亀裂ができており、そこから大量のガスが漏れ出していたことが判明した。ということは、列車の運転手の B さんが言っていた異常ってこのことだったのか。その通りだ。液化天然ガス自体は無臭なんだが、都市ガスとして使用される時には、ガス漏れに気づきやすくするために、人工的に匂いをつけている。そして B は列車で走り抜ける時に、この匂いを察知していたというわけだな。また、B と同じように亜社近辺の住民たちもガス漏れに気づいており、何人もガス会社に報告をしていたそうだ。でもガスは止められるどころか、むしろ圧力が下がっているということであげたから。そう、そして結果としてその圧力に押されて亀裂が拡大し、多くのガスが漏れ出すという結果になってしまったんだ。いろいろと突っ込みどころがあるんだけど、まずはなんで亀裂ができたのかってところが疑問だよ。ガスを運ぶくらいだったら丈夫に作っていてもおかしくないと思うんだけど。この亀裂ができてしまった原因は、事故の4年前の1985年にまで遡る。この当時、パイプラインへの規制が厳しくなり、人の住む場所や、鉄道に近づきすぎているパイプラインは、距離を離さなければいけなくなった。そこで建設会社はパイプラインの一部を改めて敷設することにしたのだが、この工事中に、誤って重機でパイプラインに小さな傷をつけてしまっていたんだ。
だがそのことは気づかれることなく、ガス輸送は再開されてしまうことになる。4年も前からすでに悪夢の幕開けが。なお、傷がついたきっかけはこの工事だったかもしれないが、迷走電流によって事故が加速したという説もある。迷走電流？ああ、迷走電流というのは、落雷だったり電車のレールなどを通して、何かしらの原因で地中に流れてしまう電流のことを言う。そのため地面にもし土管などの金属物質がある場合、この迷走電流がある場所とない場所によって、金属が腐食しやすい箇所と、そうでない箇所が発生するんだ。ふむふむ。さらにこの迷走電流の一部は、地中から地上に出てきて他のものに流入することがあるらしい。なるほど、それが今回のパイプラインでも起きて腐食が進んじゃったってことか。そういう説もあるって感じだな。そして他にも理由があると考えられているぞ。何？液化天然ガスは気体だったガスを、最低でもマイナス162度まで冷却し液体にしている。そのため、これをパイプラインで輸送するためには、外の温度が中に伝わらないように。そしてさらに気化しようとするガスの圧力に負けないよう、管を分厚くする必要がある。ふむふむ。しかし、このパイプラインはもともと液化天然ガス用ではなく、石油用に作られたものなんだ。そのため、本来液化天然ガスを輸送するには厚さは薄く、管の直径も大きかった。となると、内側からかかる圧力に耐えきれない可能性が出てくるわけか。そうだ。これらの理由によって最初は小さな傷ができた箇所は、数年という年月をかけて徐々に圧力に耐えきれなくなり、大きな亀裂へと変貌してしまったんだ。しかもこの当時ソ連では、直径 400mm 以上のパイプラインで液化天然ガスの輸送は禁じられていたので、安全基準を無視した使い方をし続けていたことも問題視されたぞ。じゃあ仮に傷がついていなかったとしても、いつかこうなっていた可能性が高いパターンか。ちなみに事故の責任とかはどうなったの？この当時ソ連は不安定な状態だったため、ソ連が存在する時点で判決は出ず、ソ連崩壊後のロシアになってから、1992年に改めて調査が開始。そして最終的には1995年、建設部門、設置部門の責任者など9人が起訴されていた中、2人は恩赦の対象で無罪となり残り7人が有罪となった。しかし、うち4人は対独戦勝50周年を機に恩赦で釈放。さらに1人は無罪となり、結局2人だけが2年の刑期を過ごすこととなった。なんか亡くなった人の数や被害に比べて、霊夢の言いたいこともわかるぞ。なお、1992年に悲劇の現場には高さ8メートルにも及ぶ記念碑が建てられ、毎年追悼集会が開かれており、2009年には事故から20年を迎えたということで、ノボシビルスクグラブに駅の客車基地には、犠牲者を悼むもう一つのモニュメントが作られたぞ。こんな事故を二度と繰り返さないためにも、安全基準をしっかり守るといったことを徹底してほしいよ。時は1914年、北海道。この当時、燃える石、とも呼ばれる石炭の採掘が盛んで、北海道にも数々の炭鉱が存在した。だが炭鉱事業が急拡大する一方で、悲惨な事故も続出していたのを知っているだろうか。もう嫌な予感。今回の事故は100年以上前の事故のため、私のように知らなかった人もいるかもしれないが、この事故は記録がある限りでは国内で3番目に犠牲者が多く、北海道では最大の炭鉱事故になる。事故が起きた場所は夕張市にあった若鍋港、という炭鉱だ。11月28日、この日は例年より遅く到来した本格的な冬の影響で、北海道では雪が吹雪、氷点下になる地域も多かった。そんな中、若鍋港では朝6時から一番方の炭鉱労働者たちが次々と入港していき、朝7時にはせっせと作業を始めたぞ。一番方って？ざっくり言うと3交代勤務の一番目に出勤する人のことだな。炭鉱によってどれだけ稼働させるかはまちまちだと思うが、例えば1番方の人がだいたい朝7時から15時頃まで。次のシフトの2番方が15時から23時、最後の3番方が23時から翌朝まで働くという感じだぞ。24時間稼働なんだ。特にこの若鍋港は1906年に開港という、当時にしては新しい炭鉱であったにもかかわらず、事故が起きる前年の1913年には、18万トンもの石炭を採掘していた良港だったので、それだけの価値があると判断されていたのだろう。なるほどね。また、
あと1ヶ月で年末を迎えるということもあり、少しでもお金を稼ぐために夫婦共働きで炭鉱に入る家庭も多かった。さらに月末が目前だったことも重なり、賃金の概算を計算する延べ取りや、目標達成に向けて激励のために、炭鉱長ら幹部14名も入港して採掘に精を出していたぞ。月末と年末はいつの時代も慌ただしいね。そして15時頃、2番方が交代のために現場に入ってきて、お疲れ様、交代だ。と、1番方と作業を交代し、仕事を終えた1番方の人たちは、今日もよく働いた。などと言いながら、少しずつ炭鉱の外へと足を進めていたという。が、15時30分頃、突如として炭鉱全体を揺るがし、天空が引き裂かれるような不気味な大轟音が鳴り響いたぞ。一体何？なんと炭鉱内でいきなり大爆発が起きたんだ。この爆発の勢いは凄まじく、炭鉱の入り口口からも炎が吹き出し、近くにいた労働者や輸送車も数十メートル吹き飛ばされてしまった。炭鉱って深そうなのに入り口まで炎と爆風が来るなんて、炭鉱の中にいた人たちは一体どうなっちゃったの？炭鉱内は、爆風によって壁に思いっきり叩きつけられた人や、逃げ場がほぼない坑内を火柱が走り抜けたことで炎に包まれてしまう人、爆発の影響で崩落した岩盤の下敷きになる人など、多くの人がこの爆発の被害を受けてしまっていた。やっぱり甚大な被害が。そしてこの吹き出る炎が落ち着いた後、すぐさま次々と救助隊が炭鉱の中を捜索し始めたぞ。しかし、爆発によって至るところで崩落が起きており、落ちた岩を取り除いて進んでいかなければならず、坑内に閉じ込められた人の救出や、遺体の収容作業は困難を極めた。また、先ほど少しだけ爆発の被害の話をしたが、実際の様子は本当に凄まじい状況だったという。どんな、当時の地域新聞や救助隊の証言などによると、落盤した岩の奥からは、悲鳴と助けを呼ぶ声がかすかに聞こえた。また、首から下が埋まった状態で助けを求める夫婦がいたが、さらに崩落する可能性が極めて高く、目の前にいる夫婦を救い出すにはいかなかった。という状況であったり、頭皮や皮膚が焼けただれていたり、手足が折れている人はもちろんのこと、腹綿が飛び出ている人や、頭が潰れている人、身元確認すらままならない人も多くいた。という絶望的な光景が広がっていたようだ。なんてこと。こうした中、不眠不休での救助活動が続けられ、発見収容できた遺体は次々と外へと運び出された。そして事故から4日後の12月2日までに、166人分の遺体が収容されたんだ。なお、この炭鉱を管理していた会社の、炭鉱長をはじめとする幹部14名の大半も帰らぬ人となった。ちなみにこの炭鉱長は、本来であれば事故当日から別の炭鉱を視察するために移動する予定だったが、汽車に乗り遅れたということで、日程を1日だけ延期して若鍋港に留まり、14時頃に延べ取りの確認のために港内に入ったばかりだったという。なんてタイミング。だが、この時点ですでに悲惨な状況にもかかわらず、さらに追い打ちをかける事態が起きてしまう。え？12月2日の21時頃、航行から約1万メートルの地点でなんとまたもや火災が発生したんだ。これによって港内はどんどん煙が充満していき、再び爆発する可能性が一気に上がってしまった。そのため二次災害の可能性を考え、これ以上は救助隊を突入させるわけにはいかなくなった。じゃあ残された人たちはどうするの？そこで会社側は苦渋の決断をする。なんと、場合によってはまだ生存者がいる可能性があるこの炭鉱の入り口を完全に閉じ、さらに再び発生した火を消すために、川の水を炭鉱内に注水して水没させることにしたんだ。まだ生きている人がいるかもしれないのに。そうなんだ。すでに亡くなった人も合わせて、まだ200から300人ほどが取り残されている状態だったが、会社側は、おそらくほとんどの人はすでに亡くなっているだろう。と判断し、被害の拡大を防ぐためこの方針を取ることにしたんだ。この方針に対して残された人々は、炭鉱の中にまだいる家族にもう二度と会えなくなるという悲しさと絶望を抱きながら、呆然と航行が密閉されていく様子を、ただただ見つめているだけだったという。辛すぎる。なお、最終的にこの爆発事故の犠牲者の数は423名とされた。
ここでされたという言葉を使用しているのは、遺体が回収されたわけではないからだ。じゃあどうやって人数を把握したの？後日、警察が一軒ずつ炭鉱長屋を回り、帰らぬ人の数を足していったんだ。じゃあもしかするともっと多い可能性も。ああ、あり得るだろう。なんでこんなことに。ここからは事故原因を探っていこう。まず先ほども伝えたように、亡くなった人の直接的な原因は、壁に叩きつけられた衝撃によっての即死、炎が襲いかかってきたことによる焼死、落盤による圧死など様々あるが、これら以外にもガスを吸い込んで倒れた人も大勢いたとされている。ガス？ああ、その前に伝えておかないといけないのは、実はこの事故原因は完全には判明していないのだが、状況や証言などの情報から、おそらく単純爆発が起こったのではないかと考えられている。それなんか聞いたことあるかも、アニメとか漫画で小麦粉を巻いて火をつけるやつ。いわゆる粉塵爆発というやつだな。単純爆発はまさにその一種で、霊夢が霊に挙げた小麦粉に相当する部分が、今回の場合は石炭の粉末のパターンだ。なるほど。そしてこの粉塵爆発が起きるには、大きく3つの条件を満たす必要があるとされている。まず1つ目の条件は酸素濃度で、爆発性がある粉塵の場合。粉塵爆発限界酸素濃度と呼ばれる酸素の濃度が存在し、これが一定以上になると爆発を招く可能性が上がる。そして2つ目の条件が爆発下限濃度以上の粉塵であることだ。これはつまり、粉塵がある一定の空間にたくさん溜まり続けて粉塵の濃度が高い状態だな。そして一つ目の条件と次の三つ目の条件も満たすことで、爆発する可能性がぐんと上がることになる。ふむふむ。そして三つ目の条件が最小着火エネルギー以上の着火源だ。これはそのままで、火元となる熱のエネルギーが一定以上の場合ってことだな。なんとなくイメージはできたよ。炭鉱内は通気性も悪いだろうし、常に石炭を掘っているからどうしても炭塵の濃度が高まる。そしてこの炭塵が酸素と結びついて、燃えやすい状態だったって感じだね。だな。ちなみに今回の事故が起きる前の1906年、この炭塵爆発が大問題になった事故がフランスで起きている。この時はクリエール炭鉱という場所で、なんと1000人以上の死者が出てしまったんだ。日本だけじゃなく海外でも起きていたんだね。そういえばさ、さっき言ってたガスはどっから出てきたの？それは単純爆発後にはアトガスと呼ばれる、一酸化炭素などを含む有毒ガスが発生するためだ。そしてこのガスが単純爆発の伝播性で一気に広がり、爆発や炎による直接被害を受けていない人々を襲った。なお、今回の事故の発火原因は、校内の熱気を散らそうと扇風機で通風をした時に、充満していた単純が急に煽られたことでの自然発火と考えられているようだ。自然発火なんだ。個人的なイメージは採掘の際の衝撃や、トロッコが線路を走る時の火花が着火源だと思ったんだが、私もこの手の爆発事故は初めて調べてみたので、正直なところ自然発火についての理解が追いついていない。なのでもしこの動画を見てくださっている方で、単純爆発について知っていることがある人や、こういうことじゃないかな？という考察や意見があれば、ぜひコメントでご教示願いたいんだぜ。マリサっていつも聞いてるよね。そうだな。実際に視聴してくださっている人の中には、専門家なのかな？っていうくらい詳しい方もいるし、たくさんの人の考えを聞くのって、個人的に勉強にもなって楽しいのもあるからな。確かにそうだね。さて、話を一旦ガスの話に戻すと、そもそも石炭を含む地層にはメタンガスが溜まっていることも多く、これが爆発と相まって、さらなる被害をもたらした可能性もあるだろう。さらにそもそも石炭という燃える石が採掘できる場所であることから、ひとたび火災が起きれば、危険であることには間違いないだろう。確かに。さて、ここまで事故原因の可能性を探ってきたわけだが、そもそもこの炭鉱は以前からたびたび事故が起きていた。開港してから3年後の1909年にも、ガス爆発によって5名が亡くなっており、翌年の1910年にも同じくガス爆発で負傷者が13名出たんだ。さらに1911年には2回の爆発事故が起きており、合計で16名が死亡、16名が負傷していた。このような状況から、札幌公務所はこの炭鉱の災害予防設備が不完全であると再三警告をしており、一部作業の停止を命じたほどだったようだ。
それが本当だとしたら、もはや人災と言えなくも。そして今回の事故の後、この若鍋港は、血を呼ぶ忌まわしい名前だ。とされ、1920年1月11日に若鍋と名称が変更されたぞ。が、しかし、名前を変更した1ヶ月後にはまたしても単人爆発事故が起きてしまい、30名以上が犠牲になり、230名以上もの負傷者が出る事態になった。そしてこの相次ぐ事故によって、炭鉱を所有していた会社の経営は傾いていき、同年には別会社に吸収合併されることになったぞ。新しい会社になったってことは、さすがに対策もされて事故はなくなったのかな？いや、実はこの後にも何度か事故は起きてしまっているんだ。この炭鉱での事故は、開港から25年間分を合計すると、17回の爆発事故によって488名の命が失われた。そして最終的には昭和恐慌の影響を受けたことも関係してか、この炭鉱は1930年に閉山となった。が、しかし、夕張での炭鉱の悲劇は、他の炭鉱で何十年も続くことになる。なんだか炭鉱って、昔の日本の一大産業っていうイメージがあったんだけど、その裏では、こんなにも貢献してくれていた人たちの多くの命が失われていたことを初めて知ったよ。私も炭鉱の事故は初めて調べたので、正直驚きを隠せなかったぜ。さて今日はこの辺で終了しようと思う。ご視聴ありがとうございました。